アジアの頂点まであと2勝の清水エスパルス、タイでバンコク銀行との準決勝に臨みました。久保山、安永、ファビーニョが故障のため若手ツートップを起用したエスパルスは19歳の松島がゴールを狙いますが、正確性は今一つ。さらにこちらも19歳、平松の突破から市川が絶妙のクロス、これを伊藤が合わせますが枠の外、序盤から主導権を握りますがゴールには至りません。得点できないイライラからか、前半26分、森岡が相手選手のユニフォームを引っ張りイエローカード、森岡は累積で次の試合は出場停止となります。地元の利を生かしたいバンコク銀行、前半終了間際に立て続けにミドルシュートでエスパルスゴールを脅かしますが、真田がナイスセーブ。前半は両チーム無得点で折り返します。後半エスパルスはアレックスが起点となり再三決定的チャンスを迎えます。しかし爪の甘さからことごとくチャンスを逃す展開が続きます。後半終了間際には沢登りのパスからチャンスが生まれ、ようやくゴールと思われました。しかしオフサイドの判定でゴールは認められません。エスパルスはこの後もゴールを奪えず、結局0対0のまま90分を終了。試合は延長戦でも決着がつかず PK 戦に突入します。エスパルスに勝利を引き寄せたのは守護神の真田でした。まず2人目の PK をナイスセーブ、そして4人目もコースを完全に読み切りエスパルスの勝利が決まりました。ベテラン真田の活躍で決勝へ進んだエスパルス、初優勝まであと1勝です。今日タイで行われたアジアカップミラーズカップ決勝に挑んだエスパルス、怪我人続出のため若手起用も前半からイラクの強豪アルザウラを圧倒。20分にはアレックスのフリーキック、ディフェンダーに阻まれるもいいリズムで後半へ。そして迎えた28分、アレックスのフリーキックが相手に当たってこぼれたボールを途中出場の池田がゴール。清水ユース出身の18歳、この池田のゴールが決勝点となりエスパルス初優勝、日本勢では96年のベルマーレ以来5度目のタイトル獲得となりました。